送りしていますアッコのいい加減に旋回。今日は名曲ディスカバリーいい加減に旋回放送25年直前スペシャルをお送りしています。はい、時は流れ、今度は20周年、2010年を振り返りたいと思います。はい、2010年の世相はですね、はい、バンクーバーオリンピック、冬季オリンピックがありました。はい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 、浅田真央選手が銀メダル、うん、女子フィギュアで銀メダルを取りました。うん、そして男子フィギュアでは高橋大輔選手が日本人のシングル選手としては初の銅メダルを獲得。2010年、5年前でしょ。はい、もう今や引退され、まあハーフだからちょっと真央ちゃんの場合はわからないけどね。大輔さんは引退されましたね。わずか5年前です。一方でワールドカップ南アフリカ大会がありまして、うん、日本代表はベスト16、うん、決勝トーナメントには進出しました。はいはい、そこで PK 戦で敗れた相手がパラグアイで、うん、アッコさんはですね、パラグアイの選手のサンタクルス選手が素敵だと。そうだったっけ。はい、なんかワールドカップのためになんか1人ぐらい外国の選手でアッコさん、あ、この人いいなっていう人をまあ見つける傾向は。私ね、そうなの。というのはワールドカップぐらいになると日本頑張れみたいになるから真剣に応援するんですよ。はい、国を背負っていくと思うから、はい、それで無理すんなよって心の中で思うのね。うん、精一杯とかって思う時に、私はね、あのゴールキーパー負けたんだけど、ドイツのカーンだったっけな、はい、もうめっちゃセクシーだと思った。あの PK じゃないけどなんかで入ったんですよ。はい、そしたら座り込んじゃったの、へたり込んじゃったんですよ。足投げ出して、はい、うわセクシーと思った。カーンがなんかゴールポストにこう寄りかかるような感じで、もう そうなの、がっかり、放心状態、はい、それを見て、それは素敵だな。あとフランスのもう引退したジーコじゃなくてジダンも頭はげてるけどセクシーやったね。そうでしたね、プレイヤーとしても。うん、なんかそういうなんかこうなんか国を背負っていくときに気にしますね。そうですね、割と、はい、ワールドカップ南アフリカ大会があった。サンタクルス選手どういう選手だったか覚えてない。ちょっとこれ本当に一瞬だけだったんでしょうね、サンタクルス選手は。アッコさんがハマったのは2010年。はい、それではその2010年の曲を1曲お届けしましょう。はい、ヒット曲の中からもうこの頃はもう AKB48 全盛です。はい、ヘビーローテーション。あ、なるほど。